次に元内閣総理大臣であられた安倍晋三先生から祝辞のお言葉を頂戴いたしたいと思います。ご紹介いただきました衆議院議員の安倍晋三でございます。本日は沖縄科学技術大学院大学 OIST 開設10周年誠におめでとうございます。先ほど来お名前が出ている尾身浩二さん、まさに OIST の生みの親でありますが、尾身浩二さんが小泉政権において沖縄の担当の大臣と、そして科学技術の担当大臣、この2つを兼ねたというところからまさに始まったと思います。ですからキーワードとしては沖縄と科学技術なんだろうと思います。尾身さんという人はですね、とにかくものすごい情熱と行動力の人でありまして、普通の人はもう諦めるところは絶対に諦めないんですね。こんなことは普通言わないということも平気で言う、どんな相手にも物おじせずにとにかくかかっていくというのが尾身浩二さんでありまして、沖縄にも世界トップレベルの大学を作る。で、最初はみんなそんなものはなかなか難しいんだろうとこう思っていたんですが、やっぱり尾身さんのこの情熱と行動力と突破力でここまで来たんだろうとこう思います。予算を取ることにも大変貪欲でありまして、私も大変苦労したことがございますが、あの貪欲さでですね、やっぱり科学技術教育お金がかかりますが、これまさに国家100年未来への投資、これをこの OIST は体現しているんだなと思います。OIST ができた2011年、その翌年に第二次安倍政権ができたんですが、13年の2月に総理大臣として視察をさせていただきました。で、6名の学生の皆さんとお話をさせていただいたんですが、イギリスの学生の方はですね、自分がとにかくここで専門分野をさらに磨いていきたいという夢を語っていたんですが、同時に日本の文化やあるいは沖縄の文化に大変自分は興味を持っているので、そっちの方も一生懸命学んでいきたい。で、話をよく伺ってみますと、彼はもうハーバードへのですね、イギリスから入学が決まっていたということでありますが、できたばっかりのOIST を選んだということなんですね。権威と歴史、どっちを取るか、OIST を取っていただいて大変ありがたかったなと思うんですが、彼の先見性は間違いなかったと思います。2019年、優秀な論文が出る確率において世界の第9位に輝いたということでありますから、まず10年間でそこまで来た、これはものすごいことだなとこう思っています。この中で、沖縄という立地は日本においては特別な意味を持つわけでありますが、グルース学長におかれてはですね、沖縄の子どもたち、同僚や生徒を、との、交流を進めていく中において、沖縄の子どもたちに科学技術への興味を促している、そういう活動をしていただいていることに博士に感謝申し上げたいとこう思うところでございます。先ほど岸田総理のスピーチの中にもありましたが、産学の連携も重視をしているわけでありまして、このOIST から出るさまざまなイノベーション、それがですね、さまざまなベンチャー企業を呼び寄せる中で、スタートアップがどんどんこの沖縄から誕生していくということでありますが、その用地はですね、あるということを私、2013年に紹介していただきました。まだまだしかし、十分に用地はまだ残っているようでありました。これはまだ始まったばかりでありまして、この産学、そして沖縄からたくさんのスタートアップが誕生する、まさに米国のスタンフォードのそばのシリコンバレーのような、そういう地域になっていくことをですね、大いに期待をしたいと思いますが、ここはまだスタートについたばかりなんだろうと思います。我々もですね、さまざまな場面あるいはさまざまな場所でですね、OIST を全力で支えていきたいとこう思っておりますし、尾身さんが果たしてきた役割、今日は尾身朝子さんも来られていますが、あの情熱はですね、みんなでこれはこれからは担っていかなければいけないのかなとこう思っております。これから20年20 30周年に向けてさらに発展していかれますことを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございました。